Shall we begin?Leo? Leo? Leo? どうもないですよ。どうもないですよ、うちの猫。名前何ですか？レオです。レオ。こっち黒。黒とレオ。もう一匹。ああ、もう一匹はね、虎之介。あれはでかいでしょ。ああ、レオです。名前何でしたかね。ミニちゃん。ミニ。ミニ、男の子ですか。いや、女の子。女の子。あ、ミニくんだって俺よ、ほら。ミニちゃんか。ミニちゃんだって。かっこいいね。ヒョウみたいでしょ。うん。ヒョウ。うん。で、こっちは黒ヒョウなんですよ。もう50、50。これスコティッシュですか。これスコティッシュね。これベンガル。そう、スコティッシュ。これ、これ珍しいです。黒の、黒いスコティッシュって。これ衝動買いしたんですよ、もう12歳猫散歩させる人ならないけど、猫散歩させる人いないぞ。2匹同時だとほとんどいないぞ。3匹もちょっと行ってみようかと思ったんだよね。
レア。
飲んでくれよってやつ、まだ、うん、ね、手を清めするところでさ、猫が水飲んでたらなんか嫌なんだって、うん、そうかな、よくわかんないけどね。別に猫が手洗いよってなくて飲みよってやつ、まだたまに人が足洗ってる時あるよ、これじいさんが、あれは全然マシやんね、飲んでるぐらいだけどね、ほら歩いて弱いんだ足が、あ、そう、ここでさ、足こうやって洗ってるおじさんに、あ、そうですか、うん、全然綺麗だね、うん、飲んでる方がね、 それの方がずっといかんね、いかんやろ、まあほら足を洗う温泉みたいなのあるけどね、うんうん、まあそれはそれ用やもんねそう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 、ね、全然いいよね、うん、違う、水飲んでるぐらいで、うん、いや、すぐなんか目くじら立てて言ってた、あのおっさん、あの大体がね、はい、あの猫はあんまり苦虫が髪吸いしたような顔したじいさんいるじゃないですか、じいさんっていうかまだあのこれ辺掃除してる、うんうん、そうよ、ね、ここがそうあの辺のあれ、こういうのも大きとかね、ずっと若いです、だからずっと若いけど、うん、あの人うるさいでしょ、あの人そこら、そこで野良猫に餌、野良猫じゃないね、あれに餌やってるのも嫌な顔してるんだよね、そう、もういろいろ言われちゃったもん、あれ野良猫じゃないんだよ、ここまで来とっちゃう、もう一匹おるでしょ、この辺に、何やったっけあれ、あのトラ君、トラ君は今日おらんね、うん、トラ君もこの辺が来てね、なんかここにいるのが嫌なんだ、トラ君が、あの辺にいたりとかするんじゃないですか、涼しいからね、ここはね、場所的にね。これ、つばちゃん、こう、なんか、お腹のとこが、なんか、ペソッとしとるね。それ、ルーズスキンって言って、うん、こう、皮がたるのよ、動物は、猫は。だから、ほら、うん、首のね、首猫をこう、掴んで、運んでするじゃないですか。たるんでるよ、全体的に。そうか。そのために。皮がこう、ね。で、あとね、お腹を噛まれた時に、ほら、致命傷が少ないように、ほら、たるましてんだよ。うん、あの刀剣とかもそうだよ、あの皮膚たるましてさ、噛まれた時に怪我しないようにしてあるの、ああそう、結局内臓に及ばんよ、そうそうそう、そっか、怒られちゃうの、こういう人水飲まして怒られるって言ったの、あんた飲めるやつね、お湯湯や湯やけ飲みきらない猫舌でお湯が出てくんだもん、これじゃこのくらいの猫舌は関係なかったの、うん、お湯が出てくんだもん、びっくりするよ、あっちはね、もう人間ができてもらって、猫ができてる。あっちはね、歩き方もね、ちゃんとしっかりあるもんね。人間の横が。いつもはこんなのに入れてから飲みよってやるもん。うん、そうそう。うん、これ飲みに行ったらね、やっぱ。で、お湯が出るもんね。さすがにお湯は飲みとなかろうね、猫でも。うん。やばい。昨日暑かったね。今日本で一番強かったもん、 39.8 やろ、で夕方なんて夕方で40度やん、ありがとうございます、でそうしたらちょっとあの東京のまっすぐがこうほら市役所になっちゃうのこうよ、あの水天宮の花火が見えるって帰りなの？自転車にしたらもう遅なるもん、遅なる、もうバスで帰るならもうバスいっぱいやろうわ、出よ今手がけも高校生なんか自転車だいたい自転車なの、保険に片止まりなんじゃないの、ゆっくり行けよ、そうそうそう、東京の国にあんまり、ゆっくり、次はおもあんまりそういうような、ゆっくり行けよ、おもしろいけどね、あんなのいっぱいいることと、どんどん転ぶじゃん、そっちに加えてんね、でごらん、なんかこのタイヤはね、中国の方が面白かった、
三十過ぎと言う。待って、あ、じゃあ妊娠連れてきた。そうよ。